皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回はですね、ここ最近ね、始めました取り組みの、なぜここがシリーズですね。それに関して、そのなぜここかが結構ね、充満してます。今回またタルタルーガに関してちょっとお話をしてみたいなと思います。で、そのなぜ、ね、なぜここがに関して言うと、今回はですね、こういう穴です。に関してちょっとお話をチャットさせていただきますけども、タルタルーガのですね、歴史にお詳しい方はですね、実は、タルタルーガタイプ S っていうのは、パシフィックサイクルですね、OEM で作ってる先の、パシフィックサイクルのリーチプロジェクトというような、車両の、派生モデルのような形で出てきているというのをご存知の方もいらっしゃると思います。今もね、そのパシフィックのリーチってありますけども、現行品のリーチとね、一番最初に出た頃のリーチがもうフレームも結構違ってますので、なかなか理解されなくなりましたけども、実はそのパシフィックのリーチとタルタルーガのタイプ S っていうのは兄弟車として出てきています。で、パシフィックのリーチがですね、20インチ451ホイールの、折りたためるロードレーサーのようなものとして出しましょうということで出てきてて、現行品のリーチはね、ディスクブレーキがついたりとか、そういう意味では、その、なんていうのかな、その折りたためるロードレーサーのようなものとしての、コンセプトは変わらず、来ていると思います。で、その兄弟車として出てきたタルタルーガと、当時のリーチと何が違うんですかっていう話よくされたんですけど、大きな違いはここだったんですよね。ここに、ね、穴が2つドンとある。で、ここのフレームのここにですね、ネジ穴がちゃんと、最初から切ってあると。で、これ何に使うんですかっていう話になったんですけども、何をしましょう、カニをしましょうっていうのは実はあるようではあんまなかったんですよね。で、このネジ穴、ちゅうか、要は穴があることによって、あなたがね、なんかやりたくなったらそこに取り付けたりとか、いろいろできるでしょっていう、そういうなんか遊び心というか、心の余裕というか、そういう車両として実は出てきているということを、忘れてはいかんなというふうに改めて思います。で、まあ、現行はね、ここにキャリアをつけるというふうに、なってますけども、純正ではね。キャリアがいらないんだっていう人は、ここはね、穴が開くわけなんですよね。で、ここに自分の好きなものをなんか取り付けたりとか、何かをする工夫ができる。何か縛り付けたりとかね。そういうようなことをさせましょうというような、なんていうんですかね、自転車の性能だけにこだわるとか、走りだけにガチガチに、こだわるとか、そういうような、のではない。もっと広いね、視点、広い心で、自転車を楽しみましょうというような視点でこの自転車ができてんだよというふうにお考えいただけると、タルタルーガに対する理解が早まると思います。で、その発露がですね、ロッドホルダーっていうのありますよね。その釣り竿をつけるための装備を、オプションで開発しているメーカーなんていうのは、今私の知る範囲ではタルタルーガしかありません。で、そういうですね、その辺の取り組みですよね。実はそこに、タルタルーガの真髄があるんでしょうし、それの発露がこれなんだというふうにご理解いただけるとありがたいと思います。